不体式生産貯蔵積み出し設備。不体式生産貯蔵積み出し設備。英語、フラティングプロダクション、ストレージローロディング、略称、フップソは、海洋上で、石油や天然ガスを生産、貯蔵、積み出しする、不体式施設。多くが船舶上の形状をしている、石油プラットフォームの一種で、炭化水素を処理し貯蔵する施設を持つ。 近隣の石油プラットフォームか海中のテンプレートから、炭化水素を輸送し石油やガスを取り出し、貯蔵し、タンカーで積み出すか、パイプラインで輸送する。フップソは、比較的容易に設置でき、石油輸送のための固定パイプラインの設置が必要ではないため、主に海洋機で利用される。フップソ自身はもともとタンカーを改造したものや、この目的のために建造されたものもある。 生産設備を持たず、貯蔵、積み出しのみを目的としたものは、不ソ、不体式貯蔵積み出し設備、フラッティングストレージローロディングベッセルと呼ばれる。現在世界で約160機のフップ素が稼働中。1940年代後期頃、海洋沖の油田で石油採掘が開始された。 従来は、石油プラットフォームは大陸方に設置されていたが、1970年代より、さらに沿用及び深海に移動するにつれ、二重式設備が使用されるようになってきた。1977年に、最初の原油生産フップソのシェルカステロンがスペインにより建造された。その後、多くの原油生産フップソが、建造、稼働し普及期に入る。 LPG を扱うフップソとして、最初の LPG フップソが IHI マリンユナイテッドにより建造され、2004年11月に選手のフップソ運用企業 SBM 社に引き渡された。プラントはアンゴラ沖に設置され、戦派 LPG フップソと名付けられた。その後、世界の大手造船会社が LPG フップソの建造に乗り出している。シェルが サムスン重工業20機の LPG フープソの発注し、2009年に、その建造計画を発表した。一方、LNG を扱うフープソは、2013年8月現在、稼働に至っていないが、計画は存在する。2011年に、シェルが、LNG フープソ、不体式液化天然ガス生産貯蔵積み出し設備を、西オーストラリア 200km 沖に設置する。 計画を発表した。完成は2017年を予定し、完成後は43.6万立方メートルの LNG 貯蔵容量を持つ、世界最大、長さ488メートル、幅74メートル、60万トンの海洋上二体設備となる。フップソと異なるが、関連技術として、二体式貯蔵、気化設備、フスルーがある。そのフスルーとして、 LNG タンカーを転用する改造工事を2007年に、ケッペル社は、シンガポールの造船所で行った。フスルーは、LNG フープソと比較すると液化プラントがない分、付帯設備はよりコンパクトに収まり、LNG タンカーからの転用が、比較的容易である。フソ、付帯式貯蔵積み出し設備、フラッィングストレージローロ,ーローディングユニットは、生産設備を持たない、フープソである。 ほとんどのフソはスーパータンカーと言われた巨艦石油タンカーを改造したものでる。例えば1979年に住友重機械工業追浜造船所で建造された世界最大のスーパータンカーシーワイズジャイアントシーワイズジャイアンツは2009年までカタール沖でフソノックネビスノックニービスとして使用された。現在世界で約100機のフソが稼働中。 フスルー、不重式貯蔵再ガス化設備、フラッティングストレージリガセファケーションユニットは、液化天然ガスを LNG タンカーから積み下ろし常温、常圧化し、貯蔵を、その後陸上パイプラインなどに創出する、不重設備である。LNG 線とフスルーを洋上で経流し、LNG 線から LNG が送り出され、フスルーで再ガス化して、 海底パイプラインなどを通じて陸上に送られる。メリットとしては、既存の LNG 運搬船を利用することにより、陸上基地では必要となる、土建工事や LNG タンク建設工事が不要となり、また現地での規制による手続きが比較的早いため、建設期間の短縮化、約3年から約1年が可能となる。不ルー設備は移動させることが可能であり、 緊急対応や多場所への転用が可能となることなどが挙げられる。なおさえガス化工程を伴わず貯蔵を主目的とする場合は、不数、不体式貯蔵設備、フラッティングストレージユニットと呼ぶ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。